本番いきます。よー。カメラオッケー、音オッケー、役者オッケー、よー、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。人気のスマートウォッチが気になる、でもなかなか高くて手が出せない、今回紹介する商品はそんな方にぜひ入門機としてお勧めしたい、スリムな見た目曲面スマートウォッチを紹介します。開封の儀、こちらでございます。表裏サイド開けていきます。取説、すべて日本語対応、充電ケーブル USB とこちら専用の磁気仕様です。長さはこれくらい。こちらが本体です。こちらゴム製のバンドです。取り外し可能です。重さ25g。 シンプルな曲面デザインがとてもおしゃれ。このスマートウォッチは Bluetooth 5.3 に対応、安定性が飛躍的に上昇し、高速にデータを転送することができます。1.47 インチ、高精度タッチスクリーン仕様。本体ディスプレイ大きさがこちら 1.47 インチ、曲面デザイン仕様、大きく鮮明な HD ディスプレイ。ボタンに関してはこちら側なし、こっちだけ1個ボタンがあります。押してみます。反応なし。では長押し、ヘロー。ちゃんとスムーズに動きます。日本語、はいはい、コードをスキャン。じゃあやってみたいと思います。はい、ではですね、スマートフォンをコードスキャン、こちらのアプリを使います。国ですが、ジャパン。お、なんかブーって触れた。6950、はい、許可。接続をしていきたいと思います。まずはデバイスを追加、スマートウォッチ。来ました、ペアリングしますかと。来ました、では、おい、バインド中。来た、成功。おお、タッチもちゃんとサクサク動きます。文字盤、時計の切り替えについて、こちら、初めから文字盤はプリセットのものが入っております。ディスプレイの表示設定はなんと100以上、クラウドベースで100以上の中から自分のお好みのものを選ぶことができます。その日の気分や服装に合わせて簡単にカスタマイズすることができますので、飽きが来ない仕様。はい、こんな感じですね。これかっこいいな。これちょっと入れてみましょう。インストール 0% 19、11、13。 はい、ちょっとダウンロード今多少時間がかかりますね。これくらいの速度で、はい、おー、いいですね。これかっこいいな。これ入れよう。で、ダウンロードしてるときは操作ができません。おー。また、自分で撮影した写真を壁紙として使用することもできます。画像を選択。あー、自分の写真できるんだ。ちょっと自分、これ。ちなみにこれ、髪切る前に写真撮ったやつです。ここだな、これで、白、OK。だいたい目安1分程度時間かかります、画像が入るのが。おお、結構解像度いいな。あと、もう一個、このベロ長、ベロ長いきます。ここも被るか、やっぱ下だな、下で。おお、愛犬の腕時計。はい、こんな感じでベロ投げ。はい、そんなわけでございます。こちらで管理することができます。便利なメッセージ、着信、通知機能について。スマートウォッチということで、個人的に一番使う機能としては通知設定です。スマートウォッチとスマホを接続すると、電話の着信はもちろん、 LINE やメール、 X やインスタなどの通知を振動と大きな場面で知ることができます。もちろん通知がいらないものなどは通知をオン、オフに切り替えることもできます。はい、こんな感じでですね、今このスマホに入っているアプリが自動的に出ますので、これをまあオン、オフにすることで通知をこちらに出すことができます。大
容量バッテリーについて、このスマートウォッチ中に内蔵されています 160mAh 大容量バッテリーが内蔵されています。フル充電は約 1.5 時間から2時間ほど、全くこちら操作をしない状態ですと最大で20日利用することができます。また日常的に操作をした場合、だいたい5から7日ほど充電なしで利用することができます。バッテリー残量をいちいち心配することなく、スマートウォッチを楽しむことができます。ここですね、ここ。IP68 対応、スポーツにおすすめ。こちらの本体 IP68 の防水防塵機能が搭載。つけたままでも手洗い、洗顔はもちろん、海水浴やプールでもつけたままでも問題なしです。重さは約 70g、 軽くてコンパクトなデザインのため、一日中つけても特に大きなストレスにはなりません。毎日歩いた距離や歩数を記録することができ、自身で目標値を設定、トレーニングを楽しみながら健康的なライフスタイルを目指すことができます。また20種類のスポーツモードに対応しています。運動、いろいろ選べます。サイクリング、アクティビティ、ステップ数、カロリー、いろいろと設定ができます。その他充実の対応アプリ、先ほど紹介したスポーツ以外でも使うものを自分好みにカスタマイズすることができます。設定、画面表示、輝度、振動設定、オフ、強い、お、柔らかい、オフ、ストップウォッチ、スマホを探す、スマホを探す、お、スマートウォッチ、小型で軽量、高精度、タッチスクリーン対応、様々なアプリも使えて、基本性能が備わった、コスパがとてもいい機能満載のスマートウォッチ、いかがだったでしょうか。今回紹介したものはブラック、黒です。その他にもカラー展開はあります。このスマートウォッチ、プレゼントにも最適です。こういった日にもとてもおすすめな商品となっております。もしこのスマートウォッチ興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。近未来デバイス、スマートウォッチ。ガジェット好きはもちろん、健康を気にしている方はぜひこちら使ってみてはいかがでしょうか。本番いきます。よー、カメラ OK。 でもなかなか高くて手が出せない。今回紹介しましたこの、一番近未来デバイス、スマートウォッチ。